展開系の第二展開系の練習です。第二展開系はこうなんですけど、これ戻ってくる形にすると第二展開系になるので、この形でできたら最初はゆっくり探す、テンポなしでゆっくり探し出すことができること、すごくゆっくりのインテンポで弾けるようにする。C、F、B フラット。これを一緒にもしできたら。で次は、第一展開系の動画でやったように1回目は弾かないでやってたのを弾かずに構えだけするだけでいく。でもしこのテンポでできない人はもっともっとゆっくりのテンポでできたらいいと思います。今一応これぐらいのテンポにすると動画の長さがちょうどよくなると思ってやってるんで、1F、B フラット、E フラット、A フラット、D フラット、C フラット、B、次はこれを1、2、3、4、1、2、3、4のタイミングで2、3、4、1、F、B フラット、E フラット、A フラット。これが余裕にできる人は1、2、ギリギリまで押さえてていきなり次のところに行く。ここまで行くとかなりもうマスターしてると言っていいと思います。
これをこの動画と一緒に毎日30日ぐらい続けれたら少しは変わると思うのでやってみてください。で、実際の演奏の時にコードからコードに移る時に、例えば C から F に行くといった時に2種類の選択を、一番近い2種類の選択を常にできるようにしておく。こっちかこっちか。F から C の場合はもしここにいたら、もしここにいたらっていう風に選択肢をずっと可能性を増やしていって、その動きにも慣らしていくっていうことをしていくといいと思います。